ロチスターにある、この軍のコートハウス。フルトン軍は、アメリカ合衆国インディアナ州に位置する軍である。2000年現在、人口は2万511人である。ここの軍庁所在地は、ロチスターである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積962平方キロメートルである。このうち954平方キロメートルが陸地で7平方キロメートルが、 水地域である。総面積の0.77%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口2万511人、8082世帯、及び5738家族が暮らしている。人口密度は21平方キロメートルである。10平方キロメートルの平均的な密度に9123件の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人96.21%、アフリカン・アメリカン0.76%、先住民0.38%、アジア0.37%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種1.06%、及び今月、根ー1.20%である。ここの人口の2.31%部はヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は26.00%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.70%、25歳以上44歳以下が27.60%、45歳以上64歳以下が23.30%、および65歳以上が15.40%にわたっている。中央値年齢は38歳である。 女性100人ごとに対して男性は97.80人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.40人で、ある。この群の世帯ごとの平均的な収入は38,290ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は44,865ベイドルである。 男性は32,602ベイドルに対して女性は21,657ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は17,950ベイドルである。人口の7.60%及び家族の5.00%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.50%及び65歳以上の7.50%は 貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。